次の日、新宿に訪れる人たちはどんな風に一日を過ごすのか、そっと尾行してみることにしました。西口で見つけたある家族。今地図を見てます。新宿の地図を見ます。やはり、ね、一番頼りになるのは地図です。だって小田急こっちだよ。ほら、京王だろ。京王百貨店だろ。そこが京王百貨店だから、こっちだ。ここのとこでいいんじゃん。さっきのそう、いいね、こっちで。新宿って難しいよね。新宿はだって来たことないもん。これだけ人集まってくるよね。もうこれは行く先は決定ですね。この信号を渡りますと、行く先はもうタイムズスクエア。みんな行くんだよ、すけ。すごいね、この人は。この人みんな行くんだよ。信じられない。もしもし、南口ですよ、そこ。まだ分かってませんね。駅じゃありません。そうです、そうです、そうです、そうです。駅に入ってはいけません。でもさ、早く靴買わないとさ、私あれだよね。学校の人、ダンガジしょうがないもんね。いや、この歩行者天国？あの、いいなぁ、これ道の真ん中歩けるよ。でもいっぱいお店あるね。あった。ここだ。あったあった。本当だ、あったあった。やっと来ました。並んでます。目的はどうやら靴の買い物。それにしてもここへたどり着くのに4時間もかかっちゃいました。これいくつだ？書いてみな。とても1時間ちゃう。1時間ちょいだもんね。4時ぐらいには出ないとダメだね。なんだか買い物ツアーだな、完全にな。靴を買い、カメラを買い、6時間歩き回って南口へ。すごいです、この人で。いやー、記念写真？あ、記念写真撮ろうとしておりますね。いい雰囲気ですね。新宿奥さん、いかがですか？住みたいと思いません？いわきでいいです。嫌です。嫌です。車ウォーカー。それでは、新宿に住む人はどんな暮らし方をしているのか。いや、ここはね、懐かしい街なんですよ。25年ぐらい前にね、よく飲みに来てね。ここも新しいですもんね。ここはよくタバコ買いしたんじゃないかな。ここタバコ屋ですもんね。このタバコ屋も綺麗になっちゃってな。ここはね、覚えてますよ、俺。ありました、ありました。懐かしいね、どうも、ここは。お姉さん、ここの人？そうです。ねえ。はい、もう、じゃあ、全部古いっしょ。そう、古いんだね。ねえ。もう、聖徳太子より古いんです。また言うな、どうもな。この町の下、これが多くてさ。本当に。でも、何年ですか？31年になる、ね。ほら、やっぱそうだ。俺だって25年ぐらい前、そこの服って店。あそこよく着てたんですから。はいはいはい。そうですか。よく知ってます。1,2,3 3人でやってるんですか？そうです。3姉妹。え、何年前、その31年前から？そうなんです。いや、なんだよ、それ知ってりゃ来てたのにな。役割分担って何ですか、やっぱり。私は昼間だけか。今お掃除だけ。あ、昼間だけ。そう、今はね、ちょっと体壊して。あ、そうですか。あ、そうですか。物を作ったりとかな。この人が私がお買って、作る方です。作る方で。お姉さんは何を？私、お客さんにお出ししたり洗い物したり。うわ、お客さんにお酌がないから、うちは。何しろカラオケやなくて三味線でやってるっつんだから古いですよ。今日は仕入れは？まあ、ちょっと一回りしてこないと。一回り毎日行くもんだから、やっぱり一回りしてこないと、ね。ああ、そう。じゃあ今日は自家用車持たないで。自家用車持たない。自家用車どれですか？後ろ。どれ、自家用車。後ろ。自家用車、私引きましょうか、じゃあ今日。自家用車。いやいやいや、楽しみなこと。まあ、どのぐらい歩くんですか、大体。そうね、小田急までだからだいぶあるわ。あるね。一応結婚したの。結婚したの。お姉さんもしたの。そうなのよ。お姉さんもしたの。そう。みんな父ちゃんが逃げちゃったの。いやいや、なんだ、しょうがねえな、おい。ね、それでなんとか3人で。そう。仲良くかい？仲悪いのよ。喧嘩ばかりしてね。仲悪いの？そう、喧嘩ばかりしてる。喧嘩ばかりしてんの？この辺はだって。都電が通ってたんです。都電が通ってた。都電が。その頃ね。その頃なのよ。あ、俺も都電が通った頃、東京に出てきたよ。あ、そうなの？うん。俺昭和21年だから、生まれが。
あ、21年あだもう全く戦後あれだから あそうだわね。21年じゃうちの息子と同じかな。あ、そう。あ、虎年？犬年。あ、犬じゃ違うわね。じゃあうちは何年だろう。虎、犬、いい。また嘘や。うん、これ乗ってていいの？うん、そう、一回だけど。こんな本があるじゃ知らなかったな、これ。ああ、一回。いいでしょ。あ、いいね。JR 南口の一角にこんなエレベーターがあったとは知りませんでした。なるほど。ね、こんなのあると思わなかったよ、これ。いや、随分変わったわ。ね。で、こっち側で降りる。そうの、今度こっち側で。なるほどな。ね、楽でしょ。うん、ねえ。あはー。ああ、駅前南口の方へ出てきましたね。ねえ。で、そこからね、エスカレーターが。なるほど。毎日の仕入れは駅周辺のデパートの食品売り場だそうで、どこに安くていいものがあるか掴んでいるといいます。ダキューの狙い目ってのは何？そうね、お魚とかお野菜。お魚と野菜。はい、そうですね。ちょっとやっぱりね、じゃあ地下1階。そうですね。ここではないですか？ここなんですよ。ここ。ここですか？それでちょっとこの辺に置かしといてもらっちゃうの。あ、置かしといてもらうの。あ、この辺に置かしといてもらったらこれを持って。それで今度ザルを。なるほど。お買い物です。はい。磨きニシンはね。磨きニシン。こちらのはね、油があって美味しいの。で焼いてね、お味噌で食べるの。結構油乗ってそうで、やっぱり確かに。それで食べ方を知らないんですよ、皆さん。磨きニシンね。あ、そりゃそうだ。ね。やっぱり焼いてね、味噌が一番うまいらしいですよ、ね、そんなに今触ったけど何しっかりしてる方がいいの。しっかりしてる方がいいのね。なかなかな。そうするとね、やっぱり目がね黒い方が、目がしっかりしてないからね、うん、そうなん。目がね、黒いやつ、立派なやつだよ、615円だよ、これ大きいわね。うん、なかなかね、安いですよね。ねえ、イワシなんかどうですか？イワシいらないですか？イワシはね、今ね、子供持っちゃってるからお刺身にしても身が柔らかいの。あー、ダメ、今の時期はね。そうなんです。それとね、これが美味しいのよ、結構甘くてね。小餅がね、あの、煮てね。そう、煮てね、甘くね、そうそうそう、これも冷凍が効くからね、ご飯にもいいし、お酒のおつまみにもいいよね。そうそうそう、これ何見てるんですか今。いや、子供の大きいのを見てる。子供の大きいのね。あ、後ろ見るとほら、あ、子供があるからね。だから買い物が長いね、私は。あ、いや、いいですよ、ゆっくりやってください。私も嫌いじゃないですか。ひっくり返したり、おっくり返したりするからね。これもいい？いいわね。合格？そうだわね。合格、これね、右側後ろの前はダメ、前見たってみんな大きいんだから。はいはい、次回予算、次回予算、次回予算、じゃあこれに入れて。はい、お母さん前はそれで3000いくらじゃん。安いよ、安いよ、安い、安いねえ、お客さん、ねえ、おーねえ、じゃあ次行きましょうか。ね、足ももったいないから使って。なるほど、足もね、こうやってやってね。あらららららら、ここは新宿の地下鉄。あー、満足してんの。はい、あ、こんなとこに出てきちゃうの。そうなんです。迷路だね、まるで。どういうふうにあるんですか、食料品売り場。そうなんです、一番奥にあるんです。本当だ、意外だな、ここにあるとは思えなかったな。いやー、かぼちゃね、やっぱかぼちゃ美味しいですもん。かぼちゃに、ね、天ぷらでもいいしね。あ、天ぷらでもね、これ今何触ってるんですか、これ。硬いやつ。硬いやつね、うん、あ、ほら、硬いね、硬いやつ、ね、これでいいわ。あ、じゃあこれで、ね、うん、ずいぶん重くなってきちゃったよ、これ。大丈夫ですか？大丈夫。すごいわ。ざっと3時間かけての仕入れでした。つきまして、これは今度何ですか？仕込みに入るんですか？え、仕込みに入ります。あ、そうですか。ただいま。はい、どうもどうも。30年余り新宿の客を迎えてきたのれん。どうですか、新宿は。どこですか、大体。東京ですか、お前は。東京で。あ、東京ですか。ええ、いや、でもあんま変わってないような気がしますけど。ほら、こうですもん。先輩。そうですね。こうですよ、6年や7年じゃ。だって彼の生まれてない時から私新宿知ってる。ああ。参りましたね。そうですよね。で、その彼の頃はもう同じ新宿ですよね、きっと。そうですよね。そうですね。ね。都庁できたぐらいですからね。ああ、もうそうか。私のリコ、あ、私の知ってるのはあそこ浄水場だったんですか、ね。ああ、そうです、俺もそうです。夕日がね、こう沈む、あれが綺麗だった。夕日が沈むのが綺麗だった。弱かったな。じゃあ、新宿ってはどうですか。どういうふうな街、もう生活してずっと生活長いんですか。もうね、ここ住んだどこも出られない。え、慣れ親しんだ街の風は体から離れない。新宿を我が町我が友とする人々の安らぎ、新宿で生まれ育った三姉妹が守る小さな明かり。怖くないぞ新宿。
日本一のターミナル駅新宿。その足の便の良さと新都心開発に目をつけ、ホテルが林立しました。あのビルも知らないよな。ちょっと来ないとやっぱり西口はいろんなビルが。あ、花は飾ってるわ。ビルが新しく建ったんだ。うわー、いっぱいだ。こちらのビル、何のあれですか？ホテルローズガーデン新宿になります。ホテル、はい。うわ、素晴らしいね。この花がスペインでしょうか、ヨーロッパの海をこう見るような感じの。今ビル新しく建ったんですね。はい、本日は私ども、オープンでございまして、今女性の方 の出張等がだんだん多くなってございまして、まあ、そういった方を多少こう意識して。じゃあこちらになりますので。あ、はい、いやー、このふかふかの絨毯で気持ちいいですね。廊下も結構広く取ってございまして、はい、これはいいや。うわ、こちらが、はい、標準的なツインのお部屋になってございまして。これで部屋の値段はいかほど？22,000円になります。2万、はい、全館ウォッシュレットになっておりますので、はい、あとお水なんかもフィルター処理全部させていただいてますんで、あと空気とか、空気も加湿機能がついてございますんで。バラの絵はね、バラ必ずこう必要にしてますよね。はい、私はオーナーのおばあちゃまがここ101室ございますんですが、全部おばあちゃま自分でお描きになられた絵が入ってございますんです。 こちらですか？すぐ近く。いやー、すぐ近くですね。はい、もう昔からのお家でございます。ヨドバシクですよ。はい、ヨドバシクって新宿区の前はヨドバシクだったんですかね。そうですね。ホテルのオーナーはこの辺り一帯の大地主なんだそうです。お待ちまでお願いします。じゃあホテルなんてね、自分で建てるなんて夢にも思ってますね。栗原さんの家は女系家族で、娘さんお孫さんともに婿を迎え、現在ホテルの仕事に携わっています。勤めを辞めてみんなホテルの方に切り替えてくれました。地主さん。そうです。どのぐらいの土地を持ってたんですか？仙台で5000坪ぐらいでしたんですけど、その前は東中野の方、駅の方からずっとうちの辞書で歩いてここまで来るような。今現在だいたい約どのぐらい栗原家としてはお持ちなんでしょうか？何千坪で、今はもう半分になりますね。また父が亡くなってから相続で、はい、仏能で随分減りました。ちょっと2500坪ぐらい。そうですね、はい、ちょっと留院が下がる思いがしたりなんかして持ってる方は持ってる方はまたそういう苦労があるんですよね。本当に大変です。相続税対策のために一家総出で始めたホテル。旅館がなんかポンポンとこう3軒ぐらい並んでますよね。南口高島屋デパートの前。やってんのかな。ひっそり佇む旅館。ごめんください。はい、どうも。今この新南口をちょっと通りましたら、はい、旅館がこの3軒ぐらいポンポン通りに面してあるんですよね。ご主人のところはいつ頃から？私ちょっと代があれなんだけどね、まあ、でも私ここで生まれてここで育った人間なんで、うん、まあここは旅館街。江戸府内の西の出入り口、四谷の大木戸。その大木戸を守る内藤家の下屋敷が現在の新宿御苑にあり、その周辺にできた新しい宿場というので内藤新宿の地名がつきました。甲州街道と青梅街道の追い分け、つまり分岐点でもあり、大層なにぎわいを見せた宿場町でした。あ、こちらは洋風なんですね。ベッドがあって唯一一間一間あ、いい感じじゃないですか。そうですか、ね。あ、鹿島屋が目の前に見えますね。ねえ、こうやって目つぶってこういるとなんか人のこうざわざわしてるのが川の流れみたいに聞こえません？そうそう。あ、そう思った。俺もね、うちの中にいてね、落ち着かないっていうか、なんかこうその音が今はこんなになっちゃったからさ、ちょっと自分でも戸惑いあるよ。全然商売結びつかないんだよね。
あんなに人がわーっと歩いてるけども流れてるけどさ、うん、ね、やっぱり入ってくるお客さんじゃないじゃなくて、宿場町新宿の灯火を伝えてきた小さな宿屋が時代のうねりの中でこれからどう生きていくのでしょうか。今日はね、新宿高島屋の2階に来ました。一番新宿の中でも新しいところです。一変しましたね。人の流れがもう違いますからね。賑やかな表舞台になりましたけどね、はい、そして対照的にあの千花、千花さんがあれすぐそこにあるんですね。ガラッと違うんですよ ね、なんかこう見過ごしてしまいそうな。ただ新宿というとあなたどんなイメージですか。私はね、うん、テレビのせいでしょうか、新宿イコール歌舞伎町イコール怖いっていうでもね、新宿は変貌が激しい、はい、あの新都心の開発で一変しました、はい、そしてこの南口でね、うん、また変わった。でタウン誌なんかもこれだけ増えてるんです、そうね、高島さんのことで。だからまあ今本当に日本で一番変貌の激しい街、東京の縮図というふうにも言っていいと思うんですよね、はい、まあ、新宿を見れば東京がわかる、日本がわかると言ってもいいんじゃないかと思いますが、今日はそうした新宿の本当の姿、そして新宿育ちの人たちを追ってみました。おそらく意外な表情が浮かび上がると思います。新宿区の南の外れが信濃町。あ、なんかすごい古い洋館がありますね。何何これ、個人のお宅ですか。3階建てか4階建てになってますね。あ、蜂立ってる。新宿のビル街にこんなのあったんですね。静かにね、静かに。おとなしい、何もしなきゃ刺さないですよ。39度ぐらい。ほら、蜂たちの体温ですか。ええ、およそ80万匹、都内で唯一の養蜂場。ってことは、漁園とかここにいる蜂たちは、ええ、新宿の町あちこち飛んでって、ええ、あちこちで吸って、ええ、蜜だけもらってここに帰ってきて、そうです。で、あの巣の中に溜めるわけです。特に東京のここはですね、はい、あの春から秋まで花が絶えないんですよ、ええ、というのは環境周りが新宿御苑があり、青山が星がありね、代々木公園が東部の星がありっていうの、半径 3.5 キロと皇居まで入るんですよ。あー、なるほどね。そうするとね、あの花がの春から秋みたいなのは日本全国でここだけなんですよ。ミツバチにとって一番の楽園である新宿は日本一の花の町と言えるのです。養蜂場の事務所として使われている洋館は神戸の風緑の館と同じドイツ人の建築家が明治43年に建てた由緒あるもの。できれば、ね、自分の目玉の来るうちは、このまま行きたいなと思ってるんですけどね。信濃町の隣駅四ツ谷から歩いて数分。あそこだ。いや、派手な看板。古くから続いている酒屋さんがあると教えられて訪ねてみました。どうも。あ、なんか古くからやってらっしゃるんですか。そうです。何代目になるんですか。僕で6代目です。6代目。はい。ここは一応柔道で、ここは普通のまあ火入れのですね、わーすごい。地下には酒のタイプに合わせた貯蔵庫。昨今の日本酒ブームになるはるか以前から全国の銘酒を取り揃えてきました。つまりこっちの方は割とまあちょっといい酒ですね。いい酒です。これからの方向ってあまりドライドライじゃなくて、酒は今ドライ傾向ですけど、僕はドライじゃなくて酒にうろいっていうか、そういうものがある酒が好きですね。旨味とか飲んで美味しいなって酒が好きです。これ氷温なんですね。氷マイナス3度で。ここまでお酒にこだわりを見せる。まあ、お酒って品質の管理ですね。僕ら それが僕らの仕事ですから。あら、いいですね。店の隣には立ち飲み酒場があり、手頃な値段で300種以上の銘酒を味わえます。四ツ谷見附の交差点行きますとね、四ツ谷に生まれてよかったなと。どうしたんですか。空を見るんですね。青、視界がものすごく広いんです、ね、昔は四ツ谷九段。でも我も育ちも四ツ谷子としてはそういうのってどうでした。いや、抵抗ありますね。ちょうどじゃね。僕は新宿と言われる四ツ谷と常に。町の佇まいと風情はその町に暮らす人々が長年培ってきた宝。飯田橋の駅から外堀通りを渡ると
垢抜けした町神楽坂。ここもですね、新宿区なんですよ、神楽坂。ここがさ、やっぱこう老舗って書いてあるし、多分。あ、どうも。ちょっとぶしつけで申し訳ないんですけどね、はいはい、神楽坂の町はどうですか。随分変わりましたと思いますけど。そうですね、ね、でも最近まただいぶ随分多いですね、人が、人は多いです。粋な通りがありますけど、お姉さんたちもだいぶ減りましたか、やっぱり。そうです ね、 ね、いい通りがあるけど、はい、6時にいますからね。美人ママのいる、はい、あのスナックなり、あの小料理屋さんを探してるんですけど、はい、ご主人ご存知ないですかね。そうですね、なんかまあ奥の方になかなか言いにくいかもしれませんけど、どうですか、なんか。そうですね、何件か通う料理屋さんだったらね、あの三井銀行の前入ったら目の層さん、こういう呉服屋さんだったらですね、行き筋のこと分かると思うんですよね。ちょっと聞いてみたいと思いますけどね。すいません、あ、すいません、ご主人、です今日はですね、神楽坂で、まあ粋な町ですから、はい、美人の女将がいてですね、その小料理屋さんか、まあなんつうかな、居酒屋さんつうか、そういうお店ご存じないですかね。アジセンさんか。アジセンさん、どこ、それはどこ、どちら。その並び近所、こっちですか。ですね、上です。アジセンさん間違いないですか。大丈夫ですね。なんか急に言われて。いやいや、ママちょっと聞こえちゃった。どうもありがとうございました。どうもどうも。ママ、そういうことでじゃあ。ありがとうございました。どうも。急に言われて。いやいやいや、まあそんな、そんなね。はい、アジセンさん、やっぱ綺麗。綺麗な方です。そうですか。はい、じゃあ、まあ、ママもいるんじゃ間違いないから。どうもどうも。じゃあ、ありがとうございました。失礼します。これはよかった。あ、すみません、どうぞどうぞ。あ、どうぞどうぞ。あ、妹さん、なんだ。そらそら、どうも。な、いいですか、ちょっとお邪魔して、後で。でも、今まだ掃除中。いやいや、後で伺いますから。なんていうお店ですか。松園です。松園。はい。ちょっと伺いますよ、後で、じゃあ。いいですか、7時ぐらい。あ、そのくらいでしたらば支度もしてあります。そうですか。じゃあ一つお姉さんお願いしますよ。ね、そういうことで。一番いいと思いますよ。ね、うん、またまた。お姉さん、お主人もまた本当に。どうも、じゃあ一つよろしくお願いします。はい。あ、ありました、ありました。ここです。和装小物店のご主人に教えていただいた割烹料理の店。すいません。まだ営業前でありますが、ごめんください。すいません、お邪魔します。どうも。いや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 、いやもういやいやもう今日ちょっとね、あの助六さんのねお父さんがね、はい、あの美人のママのいる、いやママのいるあの小料理屋さんか、あの飲み屋さんちょっと紹介してもらったんです。さあここだっつんで。ここはあの泉京花の、はい、あのトトギスに。いえ、女ケーズ。女ケーズですか。はい、女ケーズに出てくるあの魚屋の、はい、あの目の層っていうのが、はい、うちのひいおじい様に当たるわけです。あ、そうですか。はい、はあ、これ今昼間であれですけど、夜はバラッと変わるんですよね、またね、はい、雰囲気がね、はい、ね、夜もちょっと寄せていただいていいですか。はい、どうぞ。まだちょっと明るいんですけどね、ちょっといい感じじゃないですか。またほらお花も綺麗で。一方こちらは呉服店で紹介されたお店。布袋屋さん、はい、聞きましたらどうも、ここが美人女将がいるという、まあ、ね、見解のそれでいろいろありますけれどもね、まあ、そういうふうにねおっしゃっていただけるなんてね、いいありがたいですけど、見てる方あの、はい、ありがとうございます。どうもすいませんね、なんだか急な客で。どうも若女将さんで。あ、どうも。まあ本当に、まあ私が言ったってしょうがないですけど、美形だわやっぱ。いやいや、もうこの町内じゃ評判だっつんで。いいえ、ええ、あのお姉さんですか今の。母なんです。母ですか。まだ5時くらいですけど、早くから始めてるんですね。今日はちょっと予約のお客様早いんで。それ早いんですか。まあ、はい、次回からはどうぞご予約を。どうもすみません、予約を入れて。娘さんにどういうところを注意するんですか、今怒られたりも。やっぱりね、お客様がね、一時でも楽しくね、過ごしていただくように、あの心がけなさいって、やっぱりお客様あってのね、商売ですからね。なんとも言えないこの風情ですね、この中。いつも正座ですか、でも。そうです、そうです。こっち側は大変じゃないですか、だけど。あ、私はあの子供の時から家が貧しくて椅子が買えなかったもんですから、おかげさまで。また言うな、いきなりな、しかし。どちらかというと、この方が楽なんで、家でも。家でもかっていうと。まさかあの洋服は持ってないってことはないですよね。そう、洋服も一応、買ってやってください。一応、買ってやってくださいって参ったら。じゃあお願いしたんで、ちょっと失礼してね。森城がね、ちゃんと。先ほど訪ねた女系図ゆかりの店。昼間から失礼して、どうもお邪魔します。
いつか座らせていただいて。でも、もう何年になるんですか、このお店は。20年。20年ですか。はい、一歩入るとやっぱり。入るとこのなんかまた風情が全然違って、はい、ああ、これが元々の神楽坂かなみたいな。そう、妻が残ってるとこがまだかなりありますね。ね、車の音も聞こえないですよ、ね。聞こえないですね、そういうのね。もうこの土地からは自分なんか離れられないですね、もう。お客様の路地通ってくださると、はい、すごくあの安心なさるとあ、やっぱりね、東京の真ん中にいてビルの中でお仕事してて、はい、それでうちで一杯お飲みになられて路地を通って帰るのがすごく気が休まる。なるほどね、あ、そうかもしれない。それで持たせていただいてると思って。いや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 、料亭さんみたいで、なんだか足がすくむね、これ。こういうとこあるっすかね、いいっすかね、入っちゃってる。 あら、何よ何よ、綺麗なすごいとこじゃないですか。いいえ。いいんですか。はい、どうぞ入ってください。あらら、やっぱり料亭もやってるんですか。料亭もです。そのまんま奥手。このままでいいの。昼間の方ですよね。そうです。いやいや、綺麗じゃないですか。いらっしゃいませ。あ、どうもどうも。あら、先ほど。あ、先ほど、どうも。いいんですか、本当に。じゃあ、ちょっとなんだかな、参りました。あ、ここも畳。はい、いい感じじゃないですか。どうもどうも。あらら、どうも。1番、2番、はい、いいじゃないですか。参りましたね。なんかお飲みになりますか。おビールで。黒で。はい、黒ラベ。で、新宿、ここも長いんですか。ここはあの7年ぐらいですね。7年ぐらい、はい、まだまだ7年ですか。でも歴史がありますから。もともとは何をなさってたんですか、お姉さんは。みんな芸者です。お姉さんでも神楽坂長いんですか。でも、生まれがここですか。あ、ここですか。ずいぶん変わったでしょ、周り。全然変わりました。ねえ、昔の方が住みやすかったですか。やっぱそんなことはないですか。そうですね、昔の方が良かったですね。ねえ、小学校もこの辺ですか。そうです、そこに筑度小学校。誰が考え出したんですか、これやろうっていうの。いや、妹がやっぱりやりたいっていうの。やっぱ違うか、発想のこの切り替えが。そうですね、ちょっと若いから。若いから。神楽坂から西の一帯の旧牛込区は坂の町が続きます。そして大久保通りと外苑東通りが交差する牛込柳町近くの弁天町で。立派なお宅ですね。竹なんかも生えてていいですね。あの奥まで続いてますね。すごい竹やぶがある。あそこうっそうとしてるとこ竹やぶですよね。どうもすいません、はい、なんか突然お邪魔しました。いいですか。はい、あ、これはちょっと枯山水って感じで。え、ここ新宿ですか。そうです、弁天町80番地ですけどね。牛込柳町って言うんですよ。こんなとこまだ残ってるんですね。はい、ここがね、竹やぶなんですけどね、この中入ってみてもいいですか。いいですよ、どうぞ。こんにちは、すいません、お邪魔してます。こちらの方は奥様ね、ここのお家のね。そうですか、うん、すいません、勝手にお邪魔して。新芽をね、踏んじゃ困っちゃうのね。新芽踏んじゃダメ。そうなの、だから踏まないようにこう周りをね、歩く分には構わないですけどね。はい、私はほとんど昼間いませんので、庭へ出たことはほとんどないんです。せっかくこういう地面があるんですけど、私は土の上歩くの嫌いなんです。え、どうしてですか。特に裸足だなんて言ったら、私はあんまりあのこういうお好きじゃない。泥の上なんてあんまり好きじゃない。じゃあその辺でちょっと見張っててください。ここはね、全部掘り返してね、この根っこをね、全部植木屋さんが掘ったんですよ、ここら辺で。ここへも出てたんですよ、ここへも。あ、奥様、え、出てる。あ、出てる、やっぱりこれ。そうですよね、鈴木さん、ここ全部掘り返したんですよ。そう、うん、全部掘り返して、あそこの根っこ積んでありますでしょ。あれ全部あの下のにまた完全に出てるわ、まあ、完全。これはもうかなり大きいですね。硬いですもん、ね、ポロッと取れるような柔らかさじゃないから、うん、困ったわ ね、それぐらいが一番美味しいんですよ。うん、煮て食べるのも、ね、嬉しい。困ったですね、じゃあね、出くんのは ね、かなりほぐらないとダメみたい。え、そんなに、うん、思いがけないタケノコ掘り。20センチじゃねえ、もうあの食べるとこないでしょ。え、本当ですか。うん、先っちょだけ。それは困りますね。あの先っちょだけじゃね、ダメなのよ。もう少しね。ええ。もうちょっと。うん、もっとだわね。もっと頑張って。はい。でもあんまりこっちあの角度をやるとこれが傷つくから、うん、もう少し。そうね。こっちを。
新宿で見つけた竹の子屋敷。頭持たないで下持って。じゃないと。ああ出た。すごい。これは出荷できますね。本当にねちゃんと猫が出て丸ごと全部お取りになったから上手。ご主人が京都の竹に魅せられ、それを植え始めたのが30年前。今では80本を超える竹林となり、春ともなれば100本ほどのタケノコが生えてきて、毎日食べても食べきれず食傷気味という贅沢な悩み。いや、すごい素敵な障子の。障子のいたずらですか。向こうの座敷もあの日割れって言って氷の割れた感じのデザインの障子が向こうもあります。はい、家中がガラス工芸という趣。奥様の作品ですか、これは。花器、うん。そうね。すごく可愛いでしょ、このひらひらは。可愛い、なんかお花がね、ちょっと咲いたみたいな感じで。つるんとしたの、いわゆるあの冷たい感じのガラスはつまんないけど。柔らかい感じのふわっとしたの。ほら。あ、あれは主人。ご主人ですか。もう、あの、亡くなりました。実はご主人は、ガラス工芸の第一人者、岩田久俊さんで、結婚後、奥様も同じ道を歩むようになったそうです。それからそこは千本越しになってるんです。で私あれ見てね、 あれのお掃除をするんなら嫌だって言った。あれお掃除しなくていいならお嫁に来るって言ったそ, うそういう条件を出されたんですか。そうまあでもすごい素敵ですね。だからお料理しなくてよくて、お掃除しなくてよくて、お洗濯もしない。あ、できましたか。山椒もひょっとしたらお庭で採れた山椒ですか。はい、どうですか。柔らかくて美味しい。柔らかい、ね、柔らかいですね。なかなかでも東京に住んでてご自宅の庭でタケノコが掘れるなんていうことはないですよね。この辺はあの昔は牛込っていうところで、はい、で町名が全部ね江戸のあのお城に勤めてる人の役職名が多いんですよ。何度町、加賀町、払い方町っていう風にね、細工町とかっていう風にその役職名の地名が多いんです。うん、下級役人が住んでたようで、いやいや、あのそうなの。で町がせあの道が狭いの。なるほど、ね。籠と馬が通れる程度の道なの、この辺全部。もちろんこの中はあのそういう人たちが住んでたとか、お店屋さんが一軒もないんですよ。ですから私たちはもう子供の時からこの辺に住んでますと、まずあの買い物っていうのは日本橋の三越か高島屋に行くわけ。もうね、マダムたちが行かれるところに。それでこの頃になって新宿に行くわけ。私たちはもう娘時代は銀座で遊ぶっていうことしかしなかったんですね。へえ。他に行かなかったですね。新宿は行かなかったし。耳を澄ませば一つ一つの町の吐息が聞こえ、その町ならではの人の暮らし方が伝わってきます。ああ、いいとこですね、静かで。新宿区南山伏町、山伏町、こっちが二十木町か。江戸からの歴史が刻まれた町の名前。しかし行政の勝手な都合で東京の町名が次々と消えていきました。その中にあって新宿区は古い地名が最も残っている区です。うわわわわ、すごいね、この蔵は。新宿にこんな蔵のあるお屋敷があったなんて。うわ、すいません。あ、こちらの蔵の持ち主。すごい蔵ですね。これどのぐらい経ってるんでしょうか。約80年。80年、ね、はい。だから明治の終わりくらいに私の祖父が建てたものです。私より年取ってます。あ、はい、ちょっとあの中見せていただいていいですか。はい、はい、先々代が深川の木場の材木問屋だったその名残でもあります。こう入った瞬間こうヒヤッとしますね。あ、枕の特徴ですよ。なんか応接間にしちゃったから。ちょっといいですか、2階見せてもらって。2階はもうね、は、関東大震災、東京大空襲を生き延びてきた東京の歴史を伝える蔵。あ、上に上がるとこう蔵の匂いって言いますか、香りがしますね。
なんかこう、びっくりするようなものありそうな気がするんですか。びっくりするのはもうほとんど焼いちゃったんですよね。ああそうですか。ここにあの江戸時代のあの巻物がある地図なんですよ、ね、これですか。ええ、江戸時代の地図。あの古地図屋にも随分ありますね。けどこれはあんま見たことない。これはちなみにいつ頃の地図ですか。ちゃんと日付が出てます。はあ、日付が書いてありますね。それから版元も、あ、文化15年っていうことですか。そうですよね。市ヶ谷二十木町ってどの辺りなんですか。どの辺りと思いますよ。これですね、この辺りですね。あ、この赤い印がしてある、うん、この辺りですね。あ、今の自衛隊でしょうね。あ、これ、うん、その尾張の殿様の辞書が自衛隊なんだ。あ、するとこれがいわゆる外堀っていうか、うん、外堀通りです。はあ。牛込御門。はあ、これ市ヶ谷でしょ。市ヶ谷、市ヶ谷町の由来ですね。二十木町ですか。江戸時代に与力が二組いたんですね。はい、住んでたんです。ええ、なんですからその二組というのは一組が馬を十騎持ってた。いざといえば江戸時代に駆けつけるために馬が十騎いた。二、はい、組だから二十騎。ああ、お城の周りにやっぱり御用詰めの武士が全部い、いたという。本当は消されそうになったんです、住居表示に関する法律っていうんでね、昭和37年にできました。それで私どもね、私ここで生まれたんですからね、二十騎士消されちゃ困るんですよ自分の過去は消えちゃうですから。それであの近くの方々と一緒に牛込四ツ谷の帳面を保存する会っていうのを作って、やっぱこう見てみると昔の地名ってまたなんとなくこう、ね、いいもんですね。これやっぱり消しちゃいけませんよ。地名は文化なんです。一回消えた地名っていうのは全然もう復活しない。どん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 去るものへ日々に移してずっと消えちゃう。時代の渦に流されてはならないものがあるのです。現代の花であるテレビ局が臨海副都心に移転し、テレビ局の街が幕を閉じました。あー、もう壊してるわ。解体してる。フジテレビのお膝元だった河田町。この後どうなるんですか。このこれはですね、今有名な、あの住都高段、住都高段、高段になっちゃう。それですぐそこにあの45階建ての建物が建てられて。これなんですか。で手前が17階、はい、それから10階、8階っていうのにね、6棟ぐらい建つんですよ、これ。おやさんのとこあれですか、その文字通りしているまんまでご商売なさってるわけですけど、ね、今まではね、影響があります。今まではね、うん、良かったんですけども、はい、これが行ってからもう新宿の田舎になりましたね、はい、半分以下じゃないですか、売り上げが。フジテレビ通りか。ごめんください。はい、あ、ご主人でいらっしゃいますか。はい、あ、この辺はもうそれこそフジテレビ城下町って言われた商店街ですからね。フジテレビ城下町。そうですよ。あれ見てください、あれ。お平田社長から感謝状もらった。感謝状もらった時なんかあれですよ、涙が出ましたよ感激してもらおうとは思ってなかったんですか。はい、思ってなかったんですよ。あ、こちらは商売で儲けて儲けさせていただいたんですからね。次の手というかね、考えてはいますけどね。考えてらっしゃる。例えば、いや、表のあそこにもあるように新しいメニューを作ったりね。それでフジテレビのフジを取ってフジという命名をしてありますから。川田町のすぐ隣、荒木町もフジテレビ移転の余波を受けていました。あ、通りの良い名をつけてください。町の活性化を図るため商店会が通りの新しい名前を募集していました。今695通、今でいろんな名前がね、こう、695、来てましたね。会長さん、これマルガリータで、はい、A 通りがアミーゴです。あ、すごいですね。そして一年に一度の祭りの日に合わせて通りの新しい名称が決定。 A 通りは光鬼門通りになりました。どんな感じ。なんかピンとこないよね。
生まれては消えていく町の顔。歌の喫茶ですね。どんな歌を歌いました？カチューシャですね。カチューシャって歌はね、思い出あります。そういえば、やっぱり駒劇場話題とか。それはどうしてですか？そうですね、なんかこう楽しいっていうか、皆さんもたくさんいるし、若い子ちゃんが。新宿二丁目ね、昔のね、遊郭があったとこね。やっぱり若い時はああいうとこ行っちゃうもんね。恥ずかしいけど。ダンスするとこがあったわね、ダンス習うところが。戦後50年、新宿は良きにつけ悪しきにつけ時代の息吹を生んできました。変革の波に揺れ動いた昭和30年代から40年代、この街で政治を論じ、芸術を語り、夢を模索した若者たち。そしてまた新宿に来て初めて東京という化け物に触れ仰天した地方出身者も数多くいました。新宿は大敗と凶楽という悪魔が住み着く街でもありました。新宿は常に若いエネルギーを吸収し膨張し続け、その力の中から生まれた若者がまた次の時代を塗り替えていったのです。私は現在12月に開通予定の都営地下鉄12号線山手通りの下にできます中井駅の工事現場に来ておりますので、これから私がご案内したいと思います。どうぞご一緒に、はい。階段をですね、今2つ降り切ろうとしているんですが、ここがですね、まず第一トンネルといいますかね、地下鉄の改札の方に行く通路になるわけですけども、ここで、だいたい地下10メートル掘り下げているところなんですよね。皆さん、こう開口部注意と書いてございますが、ここはですね、穴が開いておりますけど、ああ怖い。エレベーターの今穴だけなんですけどもね、24メートルを一気に登るエレベーターなんですが、地下3階、ちょっとこの小さいところからちょっと行ってみましょうか。ご案内いたします。この先で何やらまた面白いものがあるんですけど、これです皆さん、ご覧ください。ここがですね、皆さん、なんと首都高速なんですね。車がブワーッとこう行くわけですけどもね、地下25メートルなんですよ。地下25メートル。そこでここの見物はですね、この首都高の下に中井駅ができるということなんです。いよいよ地下鉄の中井駅のホームでございます。ご覧ください、このホームの高さがですね、地下36メートルになっております。だいぶ潜ってきたんですけども、ちょっと皆さんね、よくご覧いただきたいと思いますが、ね、この溝の深さ、これはね、いわゆるあの従来の、ほら、簡単に降りられます。これはですね、従来の電車なんかと比べますとですね、約20センチから30センチばかりね、省略、まあ、それだけあの車両がね、小型化されてるということなんです。ちょっと皆さん、あのトンネルをご覧いただきたいんですが、車両が小型化されておりますので、トンネルの面積が約半分に抑えられてるんですよね。こっちへ行くとですね、どこの駅に行くのかちょっと歩いて行ってみたいと思いますが、くどいようですが、ここはですね、道路の山手通りがこの上をザーッと走ってるわけですよね。山手通りの地下を走る都営12号線は練馬新宿間が年内開通、さらに3年後都心の環状線として完成予定。左右の方が広がってますよね。随分大きなコンコースっていうやつ。中井駅から4つ目の駅、ここはどこだ。おお、これが都庁だよ。都庁だ、ここに出たか。向こうが高層ビルが見えてる。新宿新都心の近く、しっかりとあったはずだよね。こっちもそうだな。至る所に残る地上げの爪痕。これはなんか静かそうになってるけども。あ、こんにちは、 TBS です。どうも。懐かしいですね、やっぱ吹いて。もうこの辺り長いんですか。長いね。もうこの地区をこう、そう、もう30年ぐらい。30年ぐらい変わりました、この辺り。もう全然みんないなくなっちゃってね。いなくなっちゃった。もう商売ならないね。あら、どんな風になっちゃうんですかね、この街も。どうなっちゃうんだろうね。困ったもんね。ご苦労さんです。どうも。きらびやかな新都心の片隅で、霧
傷つけられた町が捨てられていく。幻想に踊らされた新宿の残骸。あ、やっぱりね、大きな時代の流れの中でね、新宿も変貌せざるを得なかったっていう風景でしたけどね。ただこの町の変革ってね、はい、やっぱりあのエネルギーは生むと思うのよ。すごかったですね。でそのエネルギーには鉱材両方あるね。いや、私なんかやっぱり目新しいところができた方が楽しいし、経済もきっと活性化するんでしょう。ただ文化って気づかずにしてきちゃってるもの、地名なんかはもったいないですよ ね。守ろうというのはささやかな抵抗かもしれないけどね。ただ一方でね、表舞台派手にこう変化してますけど、はい、それを陰でね、ちゃんと町として支えている人たちのね、新宿らしさそのものの暮らし、いや結構ありましたね。時代とか行政に食い争わない部分ってあるんでしょうけど、いつまでそれが続くのかな、ね、どういうバックアップができるのかなと、ね、まあ世代が変わっていくとね、どんどんこの変貌の中に飲み込まれてしまうかもしれないけど、なんとかそこをね、守れるかどうか真剣に問われてますね。さて次回は売り上げ1兆円を誇る食卓の友、冷凍食品の裏側に迫ります。生野菜、豆腐、こんにゃくの冷凍はなぜないのか、握り寿司の冷凍はこうしてできた、冷凍技術は驚異のマジック。